お忙しい中、少々の皆さんありがとうございました。これからその、5つのテーマについて、事前に提出させていただいた質問に沿って、ご回答お願いします。でまず1番として汚染水流出事故の現状認識についてです。で、括弧1といたしまして、8月2日に H4 領域のタンクから漏洩した300トンの汚染水に含まれる放射性物質は、全ペーターの濃度で2億ベクレルパーリットルであり、300トンで約6兆ベクレル、その半分がストロンチウム90とみなした場合、ストロンチウム90は約30兆ベクレルとなる、これを認めるか。でまたこのストロンチウム90の量は、広島原発で放出された、約半分に匹敵するという認識でよいか。タンクから漏洩した汚染水が排水口を通って外洋に流出したという認識でよいかという質問についてです。お願いします。ご質問の件ですけれども、9月12日のワーキングの東電資料第89ページというところで記載しているとございますので、その資料の方は規制庁と行っておりますワーキンググループの方で、に提出された資料でございます。そこにはですね、2.0×10⁵L/立方センチメートルという数値が記載してございまして、それ以降、その300トンであるとかその半分と仮定し、見なした場合というところは、そういう見なしというかその見なした場合ということであれば、そのストロンチウム90は30兆ベクレルということになろうかとは思います。それから保安院 の試算というところでございますが、そこも58兆ベクレルと記載されている通りでございますので、計算をしてですね、その見なし、半分と見なした場合の数値と比べると、確かにその半分に匹敵するということかと思います。そこは確かその概要に流出するというところですけど、その周辺のモニタリングのデータからですね、その有意な上昇はないという結果だったと思いますので、そこを見る限りですね、その流出した影響はないというふうに考えられると思います。流出についてはいかがでしょうか。影響について聞いているわけじゃないです。その2番のご質問と重複するところあるかもしれないんですけれども、流出というか観点ではですね、気象研の青山道夫主任研究官がこの IAEA フォーラムでですね、このような報告されたということは認識しております。ただこれ1日300億ベクレルが海外概要にですね放出されているということに関しては、規制庁として自らこう確認したわけではございませんので、これについてはわからないということでございます。で濃度に関してはですね、先ほど申し上げましたように規制庁として把握しておりまして、それは規制庁のホームページで公表しておりますので、そちらもご覧いただければと思います。はい、2番のお答えを一部していただいたような形なんですが、念のため2番もう一度お聞きします。気象庁気象研究所の青山主任研究員は、9月18日、福島第一原発港湾街にある5号機6号機の北側放出口から、セシウム137とストロンチウム90、それぞれ1日約300億ベクレルが外洋に放出されていること等を報告した。でこれは認めるということでした。でまた北側の放出口の流量を明らかにされて、これお願いいたします。報告したということについては、認めておりますが、300億ベクレルが出ているかどうかについては我々としてこれについて測っているわけではありませんので分からないです。で放出、流出されている流量についても我々としてはまず影響があるかどうかということを把握することが重要だと思っておりますので、濃度で、計算しております。その傾向についてはですね、我々の規制委員会のホームページの方でもご覧いただけますし、9月13日のですね、海洋モニタリングに関する検討会というのがございまして、そちらの方でもそのトレンドのグラフについては出しておりますので、そちらの方はインターネットでご覧いただければと思います。北側の放出口の流量は分かります。分かった。測って我々として直轄で測っているわけでございますので分かりません。流量ですよ。水の流れの量、放出口から流れている水の量。水の量とは、我々と放射能をですね、継続しているというのを担当しているところですが、水の 量についてはですね、ちょっと我々の方ではちょっと把握しておりません。先に進んでからまた戻ります。括弧3、安倍首相の状況がコントロールされている。
完全にブロックされているとの発言を撤回し、国として正確な現状認識を示すべきではないか。こちらについてはですね、総理のご発言自身でございますので、これは事務方である経済産業の方からちょっとお答えするべきことではございません。ただ先生問題というのは非常に国を挙げて取り組んでいくという形に、東電と連携してですねなっておりますので、それについてはしっかりと対応させていただきたいというふうに考えております。以上です。はい、4番です。魚介類中のストロンチウムはどのように把握しているのかという質問です。この件についてですね、厚生労働省の方から説明をするということで、事前に厚生労働省を呼んでいただくようにお話をしていたんですが、その辺、そこら辺はちょっと行き違いがあったようで、そういうことにはなっていないんですが、そうなんですか。お答えできる範囲でぜひ、食品の基準値についてはですね、厚生労働省が所管しておりますので、私水産庁ですけれども、ですので完全に責任を持ったお答えというわけにいかないということをまずご承知をいただきたい。その上でお話しさせていただきますけれども、ご存知の通りストロンチウムというのは非常に測定に時間がかかるものでございます。でセシウムの場合は早くできるということで、食品の基準値、これはセシウムでもって100ベクレルパーキログラムというふうに決まっているわけなんですが、ここはですね、このでさらにその年間1ミリシーベルト以内にその内部受曝量を抑えるということで、この100ベクレルの他にですね、ストロンチウムですとかプルトニウム、それからルテニウムなどのですね、影響も考慮した上でですね、年間1ミリシーベルトを下回るように設定していると。で、ちょっと分かりにくい表現で申し訳ないんですが、放射性セシウムの値で代表させているということになっております。でこちらの書いてある紙にあるとおりですね、放射性セシウム以外の各種の影響については食品全体では約 12% 程度考慮しているというふうに、厚生労働省の資料の方には載っています。で、水産物についてはですね、放射性セシウムとそれ以外の各種の影響度合いはですね、1対1ということで計算して基準値が設定されていると。ちょっと分かりにくい説明で申し訳ないんですがということでございます。セシウムの値を測定して、それ以外の各種については何パーセントっておっしゃいましたっけ。 12% セシウムが全体の放射性物質の 12% ですね、放射性セシウム以外の各種の線量っていうのを12% 分見ているということです。つまりストロンチウムはダイレクトには、測っているわけではないという、そういうことですね。分かりました。括弧5です。300トンの漏れを起こしたタンクと同様の状況にあるタンクが350基あるが、この中の汚染水は早急に安全なタンクに移送する必要があるのではないか、どうするつもりかという質問です。お答え申し上げます。国の方としてはですね、まず東京電力の方に、一連の問題等ございましたので、このタンクの、リプレースメントの加速化についてしっかりと行うよう、指示と申しますか、そういうことをお伝え申し上げております。で、現在東電の方で検討中と伺っておりますので、これについてしっかりとリプレースメントが加速していくように引き続き指導してまいりたいと考えております。坂上です。じゃあちょっとまた一から戻って確認していきたいんですけども、ごめんなさい、括弧6番ですね。現状、建屋の地下水流について、地震による建屋テーブルの破損が影響している可能性についてどのように評価しているのか、また建屋に流入する地下水400トンのうち、建屋の壁、貫通部それぞれの流入はいくらかと、お願いいたします。お答え申し上げます。まず地震、もしくは津波ということも含まれるのかもしれませんが、こちらの影響がですね、建屋、こちらにございますように、底部の破損に対してどのように影響を与えているかと、それを可能性も含めてですね、当店の方からちょっと現状分かっていないというふうに我々は聞いております。したがって、そこの状況が分からない限りにおいてですね、ちょっとこれについて評価、今できる状況ではございません。
で地下水400トンとこちらに書いてありますけど、こちらは800トン組み上げておりまして、実際それを400トン再注水というか注水させていただいているのに活用しております。で残り400トンということがでもって試算的にですね400トンという形で計算しているという形でございます。従いましてこちらの建屋の壁あるいはこの貫通部ですかね、こちらのそれぞれの流入量というのはちょっとどういった状況になっているかというのがわからないので、ちょっとこちらについては把握していないというふうに把握してございません。以上です。はい、清張さんはいかがですか。この点について今その我々もその壁の貫通部だとかそういうところがどれぐらい それぞれどれぐらい流入量があるのかというところについて我々も把握してないでしょうか。ちょっと一から確認していきたいんですけども、このそのタンクによる今総量で、まあ、ストロチウムで例えば90の場合どれぐらいかというので、まあ、この仮定に立てばそうなるというお答えだったと思うんですけども、規制庁さんとしては事故の規模についてはどういう認識をされているんでしょうか。これについて規模というのはどういう先ほどお答えは、まあ、東電がこういうデータを出していることは承知をしていて、で、だいたい30億ベクレルになるというのはこういう仮定を置けばそうなるということは認めますというお返事だったと思うんですけども、規制庁さんとしてどう評価されているのか、この数字をそのままそうですということになるでしょうか。数字自体についてはこういう評価をしているということで、もう我々の報告を受けているところですので、まあ、数字としてはこういうことだとは思っています。した、じゃあこれは接種の達者としてもこういう状況であるということは認めるということですね。それで、タンクから漏洩した汚染水が排水口を通って外洋に流出したと認識について、これについてはちょっともう一度ちょっとご回答お願いできますでしょうか。先ほどご説明規制庁がしましたけれども、そのモニタリングのデータのところですね、有意な、まあ、上昇が見られていないというところで、あるというのは、まあ、その、まあ、第一の認識だとは思うんですね。あとはそのタンクがまあ、山の上部の方にございますので、それがその、まあ、染み込んでいるのかどうかというところも300トンその地中にと言います染み込んでいて、それがどういうふうに流れているかというところはまだこれから今検証しているところだと思いますので、その外洋に流出したというところについてはまだそのはっきりした確定はできていないと思うんですけども、データを見る限りその有意な調査は見られていないということだと思います。可能性についてはまだこれから検討するということでしょうか。今タンクの下の下ってその、まあ、山側から言うとその海側の方のそういったところについてもその穴を掘ってですね、調査口みたいなのを掘ってですね、その地下水等々にその影響があるのかどうかというのを今調査をしているところですので、その結果によってはそのどういう広がりを見せているのかというのが分かってくるかと思って。はい、まあ、その作業をこれからやられるということで今やっているところだと思います。そうしましたら2番目のところで、まずちょっと北側の放出口についてはこれ単純に今どういう流量が流れているかっていう話ですので、放射能じゃなくても、ね、単純に流量なんですけども、すみません、私の所属しております関西情報課というところは放射線をちょっと測っているというところになりますので、すみません水の流れということまではちょっと当然聞いてみれば出てくるかもしれないんですが、うちの課としてはちょっとその水の流れ流量については聞いていないというのが現状です。で青山主任研究会にも話を聞いたんですけども、彼としても300億ベクレルが実際に流れていることを自ら測って計測したわけではなくて、コンピューターシミュレーションを使って解析した結果という話を伺っております。村田さんはご承知ない。村田さんはちょっと私も把握してもらえません。その当然に聞けば分かる話だと思うんですが、どなたかから聞いてもらうことができますか。5、6号機の放水口から
1日に何どれだけの量が出てるかと、水が流れてるかというのは現在ですよ、現在。聞いてもらえます?濃度計算する場合に絶対いるんですよ、これ。ちょっと確認してみます。ちょっとそれについて改めてちょっとご報告いただければと思います。それで青山さん の報告ではですね、まあ要するに放水口のところで大体立体1ベクレル程度ですかね、まあの状態が要するに下がらずにずっと続いていることが問題で、要は周辺では下がっているのでそこだけは下がらないというのと、あとストロンチウムとセシウムの濃度がほぼ1対1ぐらいで、要するにまあ、自然の状態に比べるとストロンチウムの濃度が非常に高いということで、それで、まあ、いわゆる汚染水の継続的な放出というのがあるのではないかという指摘だというふうに、報道等されているわけですけども、その点についてはいろいろ確認されたということでしょうか。主任研究官から直接お話を伺って聞いてみました。どうやって試算したかといいますと、その T の1と言われているまさにその北側の放出口のすぐそばのポイントがあります。 T の1っていうポイントがどこであるかっていうのはですね、インターネットの RM 検証規制委員会の政策課題というところの中にモニタリングっていうのがあります。その中でですね、そちらの方でご覧いただければ T の1というポイントがどこにあるかっていうのは枠になると思うんですけども、今度北側の放出口のすぐそばになります。そこで実際にモニタリングされているデータ、これは実測値になりまして、これはまさに我々が把握している数字になりますが、それが大体最近のデータになりますと1ベクレルパーリッターとなります。それはこの IA フォーラムの記事が出た時にもですね、その新聞の中に書かれていたと思いますが、その濃度であるというのは我々も把握しているところでございます。でその濃度によって我々としてはそのまず安全性というものを確認しているところでございますけれども、その青山主任研究官はその濃度、実測された濃度をもとにコンピューターを使って解析したところ、300億ベクレルになったということをまさにシミュレーションでやったとおっしゃっていました。それについてはどんなふうに規制庁として受け止めていらっしゃるんですか。濃度をもってその危険性というのは見ておりますので、今1ベクレルパーリッターの値で推移しているということを確認しています。その T1 という放出口は放出口の北側は300メーターと言われていますね。だからそこには北側から水が流れ込んできて、放水口の水がそのまま直接測定しているんやらしいに、それに引きずられてくる北側からの流れが影響が随分あると思うんですよ。だからそういうことを全部含めてやられたと思うので、だからそうすると放水口からの直接の濃度がもっとずっと高いはずだということになると思うんですが、どうですか。モニタリングの仕方についてはいろいろコメントをいただいているところでございますので、まさにその9月第1回9月13日に開催しましたが、海洋モニタリングに関する検討会というもので、今どうするべきかというのを検討しているのが現状でございます。ちょっともう一度なんですけども、その、1リッターあたり1ベクレルからなかなかずっと下がらない状況が続いていることに対して、まあ、それとあと、まあ、さっき見たようにストロンチウムとの割合が非常に高いというところで、まあ、中の要するに汚染水の影響が出ているのではないかというのが青山さんの指摘だと思うんですけども、それに対してはどういうご認識なんでしょうか。我々としてはそれが直接放出口ができたものが影響しているかどうかとか、どのように放射性物質が動いているかというのは分からないところがありますので、それについてはちょっとまだ今検討しているところです。検討はされているということ、モニタリングの手法等も含めてですね、その現状におけるモニタリングの方法を確認し、その評価の方法も確認しているということで検討しているところです。それからもう一点ですね、青山さんはその、まあ、今問題になっている濃度でもその生物濃縮の影響を考えれば十分その、基準値が問題になるような、そういう濃縮も生物濃縮もあり得るというような話で報告されているようですけど、それについてはいかがでしょうか。研究者、まあ、いろんな研究者の方がいらっしゃっていろんな報告をされているというのは我々も聞いておりますし、そう報告を受ければ当然その論文とかを拝見して勉強させていただいているところでございます。まあ、それと青山先生ももしそのいろいろと見解を聞きたければですね、直接聞いていただいても構わないというお話でしたので、
そちらの方よろしくお願いします。いや、規制庁としてね、安全管理をする立場で、まあ、一つその汚染水の影響が出ている可能性を指摘されて、それが生物への影響を あるんではないかという指摘をされているわけですよね。そしたらそれに対してまずきちんと規制庁側として評価を示さなきゃいけないだろうし、そういう結果が出ているのであれば、そういう立場に立って、その汚染水対策そのものっていうのを見ていかなきゃいけないんじゃないですか。そうするとね、これは完全にブロックされているというような、そういう認識はならないと思うんですよね。とてもそういう見解が出ていて、しかも IAEA の場で報告をされて、でモニタリングについてご意見を伺う先生になっているわけですよね、青山さんは。そういった方の指摘に対して、きちんと正面からそれを受け止めて対応すべきじゃないんでしょうか。まず第1回の会議を開いたのは9月13日でございますので、その会議の中の、有識者として青山先生は入っていただいております。そのご指摘もいろいろと聞きながら今検討しているところでございます。じゃあ過去3番ですね、まあ、今の話もそうなんですけども、状況は完全にコントロールされている、完全にブロックされているという、まあ、安倍首相の発言もあるんですが、これについて正式な規制庁さんとしての見解というのをですね、お伺いしたいと思います。その本当に状況をコントロールされているんでしょうか、それから完全にブロックされているという状況なんでしょうか、ちょっと改めて。先ほども申し上げましたが、その水の規制値というのは今その10ベクレルパーリッターというのがありますので、そちらは厚生労働省の方が出されている数値の方で決まっている数値です。それが、まあ、いわゆるその摂取してもですね、まあ、危険かどうかというのを決めている、まあ、一種の基準値になるわけでございますが、あとその今の水の濃度に関してはですね、 T の1以外のポイントにおいてもそのどのような濃度推移になっているかというのは我々としてもきちんと把握しているところでございます。ですね、そういうことを聞いているんじゃないです。まずちょっと確認させてもらいます。先ほどの青山さんとの関係で、この北側の放水口から、まあ、1ベクレルということでもいいですけども、そこから出てるんだということはこれは確認されましたよね。そこから出てるかどうかわからないんですが、 T の1というポイントで採取した海水の濃度というものは把握しています。まあ、T の1はその放水口の少し先なわけですから、この北側の放水口から出てると、そうなるとこの港湾内でブロックされてるということはこれは嘘だということになりますよね。青山先生もちょっとおっしゃっていたんですけども、その海流の流れっていうのがどうなってるかっていうのは、まあ、彼もその正確には把握していないということを言っていましたので、それはいいんですよ。どういうふうに流れているか、それはいろんな分からないところがある。しかしここで私たちが聞いているのは、港湾内でブロックされているというね、これは事実ではないでしょうということを確認してくれればいいんです。簡単なことじゃないですか。5、6号機というのはですね、中の水をブロックしているはずの中の水を汲み取って外に放り出しているわけですよね。汲み出しているわけです。すみません、ブロックでっていう言葉の解釈ですが、まず影響がですね、その港湾外に広がっていないということをもってブロックされているのではないかと考えています。それはね、何をもって影響というのかはね、またそれは違う話なんです。だから確認、簡単なことじゃないですか。この港湾の外に出てるということははっきりしてますよね、皆さんね。東電が認めたんです。じゃないかな、なぜ。イエスかノーで答えてください。ブロックされてるっていうのは、それから外には出ないっていうことでしょう。さっきの説明は、10ベクレルパーリットルではなく、表層水取ったらもっとベクレルが低いからっていう理由は、希釈されてるというだけの話であって、ブロックされてるっていうととは違うじゃないですか。これ違うでしょ。この見解に立つんですか。答えてください。ブロックされてないでしょ。放射能はブロックされてない。どうですか、これブロックされてるんですか。でも影響はブロックって止めてるってことですよ。単に希釈されて薄いっていうのはブロックと違うでしょ。ああ、
お答えするまで待ちますので、答えてください。安倍首相が言ったブロックというのは根拠ない、何も答えがないから根拠なくそれを言ったということでよろしいでしょうか。我々もその総理のご発言ということだったのでちょっとよくわからないところはありますけれども、その総理がそのブロックされているというふうにご発言されたことについては影響は公安外には広がっていないというふうに解釈するものと考えています。いやだって公安外に出てるからさっきの 10ベクレルパーリットルよりも低い、それよりもはるかに低いと言ってもそれは単に希釈されてるあるいは広がってるというだけの話であってブロックじゃないでしょう。総理の発言の真意はいいです。でも役所としてそれ認めるんですか。完全にブロックされてると論理的に説明してくださいよ。我々としましてはですね、その、ブロックはちょっと先ほど総理の発言ということですので、総理の発言ではなくて完全にブロック、完全にブロックされてると考えてるかです。総理の発言じゃないです。完全にブロックされてるとあなたたちは考えてるのかってことなんですよ。我々としてはその放水口も含めてですけれども、その外側のですね、モニタリングをやっておりまして、そこのところについてはその有意な上昇が見られていないというのは事実ですので、そういうところで、その外への影響はないというふうに考えています。ですね、有意なしかし放射線物質は漏れてるわけじゃないですか。漏れてるということとそれから、ブロックっていうのは違う概念でしょ。これブロックと言えるんですか。完全にブロックされてると言えるんですか。完全にブロックと言えるんですか。総理がどういうふうに総理じゃないんですよ。総理の発言で完全にブロックされてると言えるんですか。そのデータとしてそういう状況でありますので、そういう状況はそのじゃあ逆に聞きます。完全にブロックされてるということでいいんですか。完全に今ブロックされてるんですか。発言のと、総理の発言のところはちょっと分かりませんけど、その方針と法案のですね、その法案のところは空いてますので、その完全にブロックというところはどういうとかはちょっと聞きます。我々は。すみません、総理の意図は信釈されなくて結構です。完全にブロックされているというふうに役所も考えるのか。役所は放射性物質が完全にブロックされていると、判断しているかどうか教えてください。なんですけども、総理はね、影響はブロックされているという、影響という言葉を挟んで曖昧にしているわけですね。だけどその事実としては、汚染した水が5、6号機の取水口から吸い込まれて、放水口から出ていると、これは事実ですよね。これは認めるんですよ。うなずくだけじゃなくて、言葉で出してください。それは事実ですね。はい。すみません。それで、副社長の方が申するということで、4番なんですけども、ちょっとだけ、一つだけいいですか。まずですね、このストロンチウムの影響については、食品は、先ほどの 12% 程度ということで、あるいは魚については影響1対1で見ているということですかね。で今問題になっている汚染水って特に先ほど放水口の北側で、だいたいセシウムとストロンチウムが1対1程度、多分影響で見るとストロンチウムはセシウム多分2倍になると思うので1対2ぐらいの状況で、水が出ているという状況なんですね。そういった状況を踏まえて、今のセシウムだけのそのサンプリングだけでいいのかっ
というところで疑問が出てきてまして、そのストロンチウムの把握についてもっとしっかりとモニタリング等々をやるべきではないかという意見が出てるんですけど、これについてはいかがでしょうか。水産庁でございます。申し訳ないんですが、基準値のことについては厚生労働省が所管しているということをまずちょっと確認ですけど、その魚の場合1対1とおっしゃったのは、セシウムが1見つかるとストロンチウムが1含まれているというように仮定すると、それでいいんですか。セシウムとプルトニウムとルテニウム の3つの各種の合計の影響とセシウムの合計の影響が1対1というふうに、結局年間1ミリシーベルトを以下にするためにはいろんな食べ物のこう足し上げになっていくわけですよね。で、魚の場合はこういうことです。例えば穀物の場合はこういうことです。私がこれちょっと説明するのに適当な者かどうかというのはともかくとしてですね、という足し上げの計算の過程において、そういう水産物はそういう計算をしているということです。分かりました。なんか普通の食品の場合は暫定基準ではね、1対 0.1 にしてたわけなんですけど、これは揮発性が低いからという理由だったと思うんです。ストロンチウムの魚の場合はそうしないということですね。分かりました。多分今実効線量等量を直したときに1対1ってことですよね。ですから、多分ベクレルで言うと半分なんだと思うんです。ストロンチウムは実効線量をするとセシウムの倍になるので、半分で見てるということだと思いますので、今出てる水が1対、ベクレルで1対1で出てますので、そういう意味ではもうちょっとそのストロンチウムに直接測定そのものをやることを含めてご検討いただければというふうに思います。申し訳ありません。厚生労働省の方が所管してますので、はい。要するにですね、農林水産物の検査、食品の検査というのは基本的には都道府県が行ってまして、でそちらのデータを厚生労働省の方に集約するという形になっております。で、水産物の検査については水産庁の方もですね、支援をしているということでございます。それとですね、ちょっと打足かもしれませんが、一つ付け加えておきますと、水産総合研究センターという独立行政法人がありますが、こちらでもってですね、研究の一環でストロンチウムのデータを測っております。で、こちら水産総合研究センターのホームページなり水産庁のホームページにもリンクを貼っておりますので、大変検体数が少ないと、よく言われて、そこは大変申し訳ないですが、40検体ほど、ストロンチウムを測っております。で、その結果から言うとですね、セシウムとストロンチウムの比ですね、これは確か高くてもセシウムの 1% 程度のストロンチウムの比ということになってございます。だからちょっと汚染水の状況でそれが変わってくる可能性があるということですので、ぜひ答えをお願いしたいと思います。いわきの新妻といいます。県では福島県では 週に150検体くらいしかやってないですね。200種類以上の食べる魚を福島県は海に生息しているわけだけど、そのうちの150検体、それも海域によってダブるものが全部ダブったり状況でやってるわけです。これもうちょっと増やさないと、うちら漁業者はこの後の検証の今日は延期になったけど、こういうものも含めて、こう、なんていうの、先に進める。この辺は、エネルギー庁が来て、東京電力と一緒に来て、汚染水のお話を漁業協同組合にしてやって、あの時にも指摘したんですけど、水産庁後ろの方にかけて出て、全然見えてこないんですよ。もうちょっと、俺らの、ね、監督、官庁だからさ、もうちょっと出てきて、俺らに沿った意見を持って行ってもらいたいし、ひょっとすれば経産省なり
とは厚生省の人とはぶつかるかもしれないけども、そういうことをしっかりやってもらえないと、俺らはこれから試験操業をどんどん拡大していこうとしているし、まあ、話によれば福島県は厚生省にその42種類のうちのいくつかを規制解除を求めているらしいですから、その辺のことも踏まえたときにはもうちょっと水産庁がしっかりバックアップするなりフォローするなりやってもらいたいと思います。ご指摘ありがとうございます。出荷制限の設定なり解除にあたってはですね、私どもも入って厚生労働省と協議をしているということでございますので、その点はご承知をいただきたいと思います。であと前に出ろということについて、私も組合長会に何回か出させていただいてますけども、今のお言葉を受け止めてですね、対応させていただきたいと思います。ありがとうございました。お世話もブロックしてください。はい、先ほどのですね、5、6号機の出水放水ラインなんですが、眞子さんの、はい、メモが入りまして、1時間、あ、すみません、1時間あたり6500リューベで湾外に海水を出していますと。で、それがその、先ほど、これがその第13回、はい。はい、すいません、突然、LCM プレスのおしどりと言います。5、6号の放水取水ラインがどれくらい入っているのかというのを、私は以前、今年の6月の第13回の、特定施設監視評価会で、近所新治室長が、規制庁の近所新治室長が、1時間に6500トン、港湾内から港湾外に海水を汲み出しているとおっしゃっておられましたので、すみません、そういう情報は規制庁の中で共有されてはおられないんでしょうか。さっきご存じないとおっしゃっておられましたので。そこは共有されていると思いますけれども、すみません、私は知らなかったということです。私すいません、私ごとで恐縮ですけど、7月に私今の部署に着任してございまして、それまで少しその前の動きを全て把握しているのかと言われると、それは申し訳ございません。そこは全てできているかと言われると全てではないというのは正直なところですので、そういう発言があったというのはすいません、私知りませんでした。今の点は2ページのグラフのすぐ上のところに、右新聞であると書いてある 16.8 万トンパーデイというのがありますが、これとほぼ一致します。この今の眞子さんのあたりは。でこれでいきますとですね、300億ベクレルになった時は規制濃度規制値を相当に超えますね。はい、じゃあ先に進ませていきます。各5番で、タンクへ の溶接型への移送ですけども、これはいつ頃できるとかいう目処はあるんでしょうか。我々としては、まず東電が今計画を作っているというふうに承知しておりまして、それはもう可及的速やかに、ただ工期とかの関係もありますので、一定の時間はかかると思いますけれども、なるべく早く実現していただきたいというふうに考えて、すみません、具体的にはちょっと把握しておりません。先ほどの回答では、経産省の方が、この簡易型のタンクのリプレースの指示をしたと、これはいつなんでしょうか。すみません、ちょっと間違ってたらちょっと後で訂正していただきたいと思いますけど、8月の26日にですね、指示というのはリプレイスメントを行うという方向性は東電の中でも多分決定されたと思うんですけれども、その加速化をですね、東電の方に指示というかお願いをしたという形でございます。そうすると1ヶ月以上経ってますけど、東電はまだ検討中だということでいいですね。はい、はい、このタンクのリプレイスの指示というこのもう少し内容として、いわゆる簡易型タンクを例えば溶接型のタンクに移すとか、どういう内容を指示されたんですか。ちょっと一言一句ですね、ちょっと今正確には申し訳ありませんけれども、今お話があったように基本的には今問題があったタンクがございますが、そちらからよりいわゆる溶接等ですねしている、より丈夫な型の方のタンクにリプレイスメントする、もっとよりですねいいものがあれば耐久性とかの面で
そちらはそれで導入していただいてもいいと思いますけれども、少なくとも今ある問題となっているタンクについて、より耐久力等があるものにリプレスメントをすることを加速化するということでございます。これはね、やはりここから高濃度の300トンが漏れたわけで、非常に早急にやる必要があるんですけど、東電に対していつまでに回答を出せというふうに期限を切られましたか。すいません、今私はいつまでという回答意見承知していませんので、ちょっと今時点ですいません答えられません。いや、そんなもんまず期限を切らないと、いつまでも検討中です、検討中ですと、もう1ヶ月以上は過ぎてるわけですから、まずこれは検討いつまでという期限を切って東電に要請してもらえますか。すいません、その私がここでですね判断を下せる事象ではございませんので、お話があったことです基づいて、ちょっと期限がもしかしたら設定されているかもしれませんので、そこはちょっと確認して、はい、じゃあその方向でお願いします。そしてリプレースで、溶接型タンクということでしたけど、この溶接型タンクの大体耐用年数いくらぐらいですか。調べさせていただきます。じゃないですか。要するに溶接型は5年と聞いていて、要するにもともとのやつはですね5年ぐらいの耐久があって、もう一つの方は10年ぐらい、10から20ぐらいは耐用年数よりですねあるというふうには聞いております。だから最初の簡易型が5年だということは、実はそれは嘘だったと、証拠はなかったんだというのがもうちゃんと出てるじゃないですか。じゃあ溶接型に移すって言ったって、その耐用年数がどうなのかということが問題になるわけです。だから本当に安全な管理、この今の350機については早急にやるという具体的な計画を出してくださいよ。また同じようなことが起こるという、そういう危険の中に私たちはいるわけですよ、このままだと。ここはちょっと後ろの方の部分とも若干かぶるところがありますけれども、政府として汚染水の対策処理委員会という形で、まさにそういった予防的にですね、重層的に対処していくという形で検討を進めている状況ですから、その中で当然リプレイスメントというか、その担当の問題についても当然含めて検証していくという形だと理解しております。先に質問させていただきます。今の点については非常に重要な点なので、後ほどまた質問で出させていただきます。次にですね、汚染水の意図的放出について、水産庁方も、はい、ありがとうございました。水産庁の方々は規制庁の方々のデータと違って、いつもエクセルでデータを発表していただいて、本当にそれは画期的なことで、私自身はすごく素晴らしいと思ってありがとうございます。で、そのデータの発表と同時に、ストロンチウムやセシウムなどのなんかそれぞれの検体の、解析方法、分析方法、どこでサンプリングをして、どのようなサンプリングをしているのかというのもお示しいただけるとありがたいので、これは要望なのですが、前回の規制庁の、海洋モニタリング検討会の時に、規制庁の方は、国側がどの海水をどこでどのような、サンプリング資料を取って解析していて、してくださっているかを一覧を出していただきましたので、水産庁の方々の方でもそのセシウムやプルトニウムや、ストロンチウム、それぞれの各種をどこでどのように分析しているかというのも出していただけるとありがたいのですが、検討よろしくお願いします。はい、すいません、今お答えになれることがあったらお願いします。ストロンチウムについてはですね、多分おしどりさんもご覧になっているかと思うんですが、水産庁のホームページにリンク貼ってまして、あそこには、緯度経度、採取地点の緯度経度ですとか、魚種は当然必要なデータなので入っているわけですけれども、そういったものも、示しておりますので、ちょっと見づらいページかと思いますけれども、ご覧いただければと思います。ありがとうございました。
なるほど。そうですね、ちょっと検討させてもらいます。どこかにリンクを貼るような形にするとかですね、いわゆる工程法で、ストロンチウムの場合も、やっておりますので、普通に配下してですね、溶かして、それをキシンとかで測るというような方法でやってますので、それはリンクを貼るなりなんなりちょっと検討させてもらいたいと思います。はい、それではありがとうございました。すいません、もう時間がないので、はい、後ほど質問は出させていただきたいと思いますので、お願いします。はい、ありがとうございました。じゃあすいません、次に進ませていただきます。汚染水の意図的放出等についてということで、まず原発から海への放射能流出については事故前の規制につき明らかにされたい、また現状は通常運転中とは異なるため放射能の放出は認められないというのが国の規制のやり方だという認識でよいか、あるいは福島第一原発だけに特別な規制をかけているのかというのが質問です。お願いします。はい、そうしますと技術基盤課題地でございます。まず1行目の原発事故前の規制というか通常の規制についてお答えをいたします。これは事故前の福島でもそうですし、今でもその福島以外の原発は同じ規制が適用されておりますけれども、通常運転時に、排気筒あるいは海水側のその海側の排水口から、放射性物質は微量では出す、微量ですが出すことは認めておりまして、ただその出る量をですね、排気筒それから排水口のところで測定をして、出た量によって敷地の外にいる人がそこに敷地の外に1年間同じ場所に居続けたと仮定をしても、その人の被曝が1ミリシーベルトにいかないようにということで濃度を抑えるようにと。でこれは規制基準としてはこの外の人が1ミリシーベルト以下になるようにという基準が一つございます。でそれからもう一つあるのは、こちらは基準ではなくて目標という形ではありますけれども、放射性物質の放出は可能な限り減らすべきだという同様にそういう考えがありますので、目標としては年間の外にいる人の被曝が50マイクロシーベルト以下になるようにしてほしいということで、基準は1ミリですが現実には50マイクロシーベルト以下になるように放出の管理がなされているというのが、通常事故前の状態でございます。それから現在の福島第一の、特別な規制というお話ですけれども、今福島第一原発特定原子力施設という形で指定をしてございまして、それに指定しますとそれに、その措置を講ずべき事項という形をこちらから示しておりまして、その事項を、どういうふうに実施するのかといったこの計画を記載した実施計画というのが出てございます。その中にその廃棄物の処理の話も出てございまして、その中によるとその放射性廃棄物液体廃棄物ですけれども、そこは関係省庁を了解なくして、放出しないという形が記載してございます。はい、2番です。田中委員長がトリチウム等の意図的な放出を容認する発言を繰り返すのは問題ではないか。委員長はですね、どういった意図で言うと、その真意は我々も分かりかねるところありますけれども、委員長がいつもおっしゃっているのは、いろいろその除染であるとか、そういったことがこれから起こってくるということがありますので、そういったことを考えると、その海への放出ということも、考えないといけないのではないかと言っているにすぎなくてですね、その当然、その風評被害のお話であるとか、その基準の話であるとか、そういうところは当然その満たすといいますか、考えをした上でという話。でそのセットで単にその放出すればいいじゃないかという話をしているわけではないということです。原子力規制庁としては、汚染水の意図的な放出というのはやらないということでいいですか。先ほども言いましたけれども、その実施計画上にですね、その放出は関係省庁の了解なくして行わないというふうに記載してございまして、それを我々は認可をしてございますので、現時点でその認識だと思います。3番、台風時の関内に溜まった水の放出は誰の権限で行ったのか、なぜ流しても良いと判断したのか、その根拠となるデータを合わせて明らかにされたいという質問です。
みません、本件についてはですね、規制委員会の方でですね、そのタンクに貯蔵するという話でもともと聞いていたのが、大前提で聞いていましたので、我々としてその雨が降ったその台風が来た時のですね、お話ですけれども、その事前の了解というものは別に行っているものではございません。ということは東電側が測定をして、その判断をして放出したというふうに聞いています。さっきのお答えとちょっと矛盾していませんかね。関係省庁の了解なくして放出は行わないっていうふうにされているんじゃないか。そこは薄いであると、その、基準値以下であるということを確認をした上で出しているというふうに聞いています。東電が勝手に判断したってことですか。それだから、基準値以下ならばそれは雨水と同じで、それで東電は、勝手に放出したという、そういう事実関係でいいですか。を聞いてます。これはだから、その雨水やと東電が言ってる中には東電の資料も出てますけども、当然セシウムもストロンチウムもある程度入ってますよね。だけども、いわゆる東電が決めた基準、それは放射能が入ってても雨水という、そういうふうに東電が決めているということですよね。そういう認識だと思います。とね、先ほどあなたは福島に対しては関係省庁の了解なしには海への放出はやってはならないと、こうやって監視をしてるんですとおっしゃいました。しかし今回東電が放射能の含む、それを雨水だと言って放出した、そのことについては了承はしてないんですよね。声で答えてください。事前の了解を取っているものでございます。それに対して東電に対してはどういう処罰なりをしたんですか。まずやってはいけないことですよね。そしたらそれはそれでいいですね。省庁の確認も得ていない、放射能が入ってるけどそれを雨水と言って出したということについては規制庁としては認められないことだという、これでよろしいですね。としてはですね、事前に了解したものではなくて、そのやむを得ない措置であるというふうに聞いているところです。すいません、一ついいですか。それこれね、意図的放出なんですよ。意図的放出をね、そうやってやむを得ないって言ったら何でもよくなっちゃうんで、これ規制庁がちゃんと規制してくれないとどうしたらいいんでしょう。確かにおっしゃるとおり、やむを得ないというところはですね、我々としてもそのちゃんと指導していかないといけないと思ってまして、昨日行われたその潜水のワーキンググループにおいてもですね、我々の老けた委員の方からですね、そのやむを得ないというものは、受け入れられないという話をさせていただいたところでございます。合わせて、どういう判断のもとでその薄いであるという判断をしているのか、それからこういうことをどういう管理をしていくのかというところの、考え方をまとめるようにという指示をしてございます。ただすみません、今後そのやむを得ないというのは受け入れないということで、今後、方策まとめるということなので、それでいいと思います。ということでよろしいですか。そんなことしたから違反したんで何かの罰則って必要じゃないでしょうか。ルール違反したわけでしょ。その辺規制庁ですので答えてください。その辺も含めて我々は指導していきたいと思っています。指導じゃないんだ、規制だ。ペナルティちゃんと出してくださいよ。でペナルティをちゃんと出していただくということと、もう一回確認します。皆さんの資料の3ページ、この東電が暫定排水基準値と
いいものを出しましたよね。でそこではセシウム134が20ベクレルパーリットル、セシウム137が30ベクレルパーリットル、全ベータは10ベクレルパーリットル、これ未満であればこれは雨水と判断をして放出をするということを言ってるわけですけども、これは当然規制庁としては認められないということでいいですか。放射能が含まれてるんですよ。我々はその辺も含めてですね、今その考え方を整理しようと指摘をしてますので、それは今後検討するとなると思います。ですから先ほどあなたたちは勝手に出してはいけないと言ってるんですよ。皆さんこんな雨水があると思います？放射能が入ってるものを、だけどもそれは雨水と見ましょうと東電が勝手なこと言ってるわけですよ。だから基準値以下であれば放出云々の以前にもう東電はこういうことをやってるわけですよ。それについてはやっぱり認められないと、はっきり規制庁としては見解を出すべきだと思います。昨日もそういうことで、そのうちの桁野委員からですね、東京電力がその受け入れられないとお話をしているところですので、今後その雨水のところについてはですね、そのどういう管理方法をしているのかというのを我々としてもちゃんと議論していきたい。そこも含めて今後の議論だと思います。すいません、たびたび私もそのランキング取材をさせていただいたのですが、規制庁としても、排水の件は小さなトラブルだと、トラブルということははっきりおっしゃっておられたのですが、例えば C の東エリアだったか、24ベクレルパーリットル全ベータでのをコピーの劣化で、間に黒い点がついていて 2.4 ベクレルパーリットルと勘違いをして排水が始まったと。それがコピーの24の間に点が入っていなければ排水していなかったということを東京電力は会見でも言っているのですね。なのでそのコピー機の、確認だとか、あと、15日の、13時台に1時間に41ミリの豪雨があって、豪雨があった後の希釈されたたまり水を測定してそれを排水の判断の根拠としているのですが、その規制庁として、排水する水の採取するタイミング、豪雨で希釈された後かどうかなどのそのようなことのチェックや規制はそれについては言及をされておられませんでしたので、そのことについてはコピー機の劣化だとか、豪雨の後の採取だとかにはどう考えておられるんでしょうか。コピー機の劣化のところについてはちょっと私は把握をしていないんですけれども、その測定をいつ行うのかというところも含めてですね、その今その どういう管理をしてその考え方でやるのかというところをですね、今指示を出していますので、そこについては今後検討していくことになると。コピー機もしやめなさい。今後検討ばっかりじゃないですか。なんで厳しく規制をしないんですか。東電もおかしいじゃないですか。もっと今後ですよ。実際問題、規制庁じゃないじゃないか。漁業者、福島の漁業者として一言言わせてもらえれば、エネルギー庁が建屋の前に12個の井戸を掘って、そこから1000トンの水を汲み上げて、それを調べて捨てる、これをバイパス工事というふうな話をして、私は基本的には、第一原子力から原子力発電所から出る水は、皆さんが言うような数字がどうであれ、汚染水の海洋投棄だと。こういうふうな認識っていうのは漁業者、福島の漁業者の共通した考え方なんです。これを言葉遊びのようにバイパス工事だなんて言ってこう話をそらすような考え方とか、今のこう確かに最終的には数字の話にはなると思うんです。それは最終的には数字の話になって、それ以下だったら基準値とかなんとかっていうのにはなると思うんだけど、基本的に俺ら漁業者はどういうふうな見方をしていくかって言ったら、第一原子力発電所のところから漏れた水はみんな汚染水、汚染水っていうかな、もう海に対してはマイナスのイメージしか持たない水でしかないっていうふうな認識でいます。この辺のことを規制庁なりエネルギー庁のあたりがしっかり認識してもらわないと、うちらと話するときになんかね、こう雲の上の人と話し俺らのところまで降りてきてくれない、なんかずっと離れたところで勝手に上の方でやってるって感じ、そういうふうな認識でしか私はいません。だからもうちょっとこう、いや被害者ずらしてね、どう思ってするつもりはないんです。そのつもりは求めないんです。ただ
魚を取りたいっていう若い連中とかなんかが一緒にいるんです。本当に取りたいって言って船出て魚を取りたい、ただそれだけでいいんです。先ほどあの話した時に、じゃあ水俣のように魚を取ってきて処分すればいいのかって、それも正直震災の後は考えたこともあります。福島の魚は多分誰も食べないから、そういうふうになるんじゃねえのかなみたいなことで、あの仲間と話したことはあったのも事実です。だけど今こうやって線量がずっと少なくなってきて3分の1ぐらいになってくれば、多分俺は復活できると思ってやろうと思ってからなんだけど、そういう時のため、そういう時にその汚染水で水を刺されるっていうのはものすごく心配だし、そこに対して俺らにもうちょっと余裕とか言葉とか考え方とかって言われているものを示して話をしてもらいたいと思います。お答えをお願いします。十分認識して談合に行きたいと思っています。すみません、ありがとうございます。ですね、ちょっと時間的に押しているんですが、ちょっと言ってだけ、9月27日 の、 汚染水処理対策委員会で、そのタンク不足のリスクに対してトリチウム対策として、その環境に問題ない形の海洋放出というのが資料に入っていたと思うんですけども、その環境に問題のない海洋放出は具体的に何を考えていらっしゃるのかというのをちょっとご説明をお願いします。資料の2番だと思います。9月27日です。一番新しい。そこではちょっと議事概要等はですね、まだ27日ということで、これ多分後の質問でもありますけれども、ちょっと早めに出させていただきたいと思います。で、具体的にですね、そのどこの基準にするかっていうのも、それはその中で検討するっていう形ですので、今時点でいくつという形では考えています。ただ少なくとももともとの規制基準がございますから、それをベースにどこまでという議論になるというふうに承知しております。で、今お話があったようにね、その環境に問題がない海洋放出なんかないですよ。ないですよ。だからもう本当に1ベクロも出さないっていう形でしっかりと規制をしていただかないと、それがね、まあ、今の漁業者さんの話もありましたけども、それが地元の方の皆さんの思いでもありますので、そういった姿勢で対応していただきたいというふうに思います。やはりもちろん数字的な基準というのと、あと実際先ほどもお話ありましたけれども、実際その漁業で暮らされている方、今出れない方もいれば出てるんだけれども漁家の関係でですね、収入が乏しい方とかいろんな方いらっしゃると思うんですけれども、やっぱりそういう方々の意見をですねしっかりと踏まえた形で、まあ、先ほどご意見はいただきましたので、それはちゃんと関係者にお伝えさせていただいて、今後の検討につなげていかせていただきたいと思います。今あなたの感想をちゃんと述べなさいよ。誠意があったと人間としての感想を述べなさい。すいませんが申し訳ないんですけれども、汚染水対策委員会で実施するということについて、私は職務で来ておりますので、個人として意見を述べる場ではございませんので、そこの場で先ほど意見お話はいただきましたので、それについてはしっかりとお伝えしたいと思います。はい、ですね、先ほどのお答えで関係省庁としては、というかそのいかなる汚染水の放出も関係省庁の了解なしには行わないという話と、今の関係省庁の了承がなければ汚染水の放出は意図的な放出は行わないというのと、今の、環境に問題のない形での海洋放出というのは矛盾していると思うんですが、そこら辺はどうなんでしょうか。もう一回お願いしますか。はい、先ほど の、 回答の中にですね、汚染水の意図的放出に関しては関係省庁の了解なしには行わないっていうふうにおっしゃっている一方で、環境に問題のない形での その海洋放出
というものを挙げられているわけなんですが、これその2つは矛盾していないかと思うんですが、どういう点が矛盾とおっしゃられているか。環境のない問題のない形での海洋放出だったらあり得るというようなことなんですか。いや、それは関係省庁でそれぞれ多分先ほどもう農水省さんか変えられてますけども、そういった関係省庁も含めてですね、調整をした結果ということですので、ちょっと矛盾しているという意味が、矛盾してないと理解しておりますが。しかし先ほどね、福島の漁業者の方から福島の水についてはね、これ放出するのはもう認められないんだと、そういうふうにみんな見てるんだということに対して、それについては十分に認識をね、改めて参りたいというふうに答えたわけでしょ。なのにその後にまたね、こういう環境には影響のない、意味がわからないじゃないですか。もう申し訳ございませんが、言葉尻を正確に捉えていただきたいのは、そういう意見があったことを伝えますといったことでございまして、私がここで判断できることとできないことは当然ございますので、それは分かってます。それはご理解いただいて、でもそれは重く受け止めたということで伝えられる、ね、声があったことについてはちゃんと委員会の関係者にお伝えします。だから私たちが問題にしているのは、そう言いながら環境に問題のない形での放出、これって具体的にだから何なんですかと、こう聞いてるわけです。現時点ではお答えできません。それまでは議論の途中でございますので、最終的に結果を取りまとめたという形ではございませんので、そこは今時点ではお答えできません。はい、それではですね、これ非常に重要な問題なので、後ほどまた質問を出させていただきますので、ぜひお答えください。はいはいはい、それではですね、先に進みたいと思います。汚染水流出事故に関する責任の所在と体制についてということで、まず国の汚染水対策の責任者は誰なんでしょうかということをお願いします。すみません、ちょっとここの汚染水の責任者っていうのはちょっと僕の理解が、まずもともとの廃炉の関係から、廃炉汚染水っていう関係は原子力災害対策本部というところが全体で、これはヘッドは本部長として内閣総理大臣がいて、ここで基本的に全体の方向を検討しておりますが、今般汚染水の問題がございましたので、廃炉汚染水対策チームという形で実際の汚染水問題に対する具体的な対応の方向性を検討すると。で、実際そこのチームはチームとして、これは政府中心に組織されておりますけれども、先ほど申し上げました汚染水処理対策委員会と、これは学識有識者等の方々、あるいは国際廃炉研究開発機構という形で IRIT と呼ばれておりますが、こちらが海外のいろいろなそういう知見等も活用するような形にして、汚染水処理対策委員会の方でそういった予防的かつ重層的な取り組みを検討して、最終的にそのチームで検討して、最後は多分本部で決定するという形になっております。で、チーム自体は茂木委長も所掌しております経済産業大臣が担当しているということでございます。すいません、だからここで言っているのは、もともと起こった汚染水問題の責任を取られると、それは一時的には当然東京電力が事業所責任として負うべきというふうに考えております。ただこう海外の関心とかですね、地元の方々がありますので、そこの部分について先ほど申し上げたチームが対応しているというふうにご理解いただければと思います。いや、汚染水出した責任を問うてるわけじゃなくて、汚染水対策を国として誰が責任を持ってやるのかっていうのを、このチームで当然計画をフォローアップ、東電さんがですね作る計画もフォローアップしておりますので、このチームが対応するというふうにご理解いただいて結構です。山田さんですか。担当大臣がいないと。廃炉汚染水対策チームは先ほど申し上げたように経済産業大臣がチーム長として担当しております。で、実際技術的な検知とかの検証も当然ありますので、そちらは委員会の方で大西雄三委員長がヘッドで対応しております。で、また海外の部分がありますので、こちらは今
あのお名前ありましたけど、山名理事長のアイリットの方でいろいろとあの対応していただいているという感じでございます。だから従ってそういう委員会で報告書というのは最終的にはチーム等を踏まえて経産大臣が一時的には判断して、当然内閣でということになりますので、先ほど申し上げたように原子力災害対策本部で決定するという方向になるのではないかと思います。はい、2番です。国内外の英知を結集するためにも、汚染水対策委員会や、国際配慮機構をはじめ、会合はすべて公開とし、英訳も含めて透明性を図るべきではないか、はい、という質問です。まず、国際配慮機構といった趣旨がちょっとわからないんですけれども、汚染水対策委員会は、現在はですね、個別の企業からの提案等を、その中で議論したりしていて、個別の企業秘密を踏まえた形でも評価等を行っている関係で、原則非公開という形になっております。ただその資料自体は企業の方に可能な範囲で全部掲載させていただいております。ちょっと英訳の部分はですね、一部の資料について取り組んでいるというのが実態でございますので、当然国内外今募集等をしている状況ですので、英訳というか外国語の部分も含めてここはいろいろとご意見を踏まえながら対応させていただきたいと思います。それは変ですね。これ税金でやってる委員会で、これほどいろんな人のね、暮らしとかがかかっている、あるいは健康とか命とかかかっている国際問題のような委員会で企業秘密を優先させるというのは、企業秘密を優先されているわけではなくて、最終的にはですね、当然そこで技術的なもので成果物が導入するというのが、それで汚染水問題を解決するというのが目的でございます。でその中でそういった技術の情報を公開することによってですね、提案をいただけなくなってしまったら実際最後の問題解決とかになりませんので、そこについては全然透明性がないですよね。先ほどの環境に問題のない形での海洋放出一つをとってもわからないわけですね。私たちに何が環境に問題のない海洋放出、何かが論じられているらしい、でもそれが何なのかわからない。凍土放出が採用された、でもそれがどういう過程で確かなものなのか第三者の専門家も検証できない状況ですよね。いいんじゃないですか。多分ご資料をご確認されているかは分かると思いますが、その実際議論、まさにその凍土方式を採用する議論、そこの3つの方式とかの検証結果、何がメリットで何がデメリットで、どういう観点からそこが採択されたかというのは報告書に書いてございますので、そこの部分について公開されてないと言われるとちょっとあるんですけれども、実際はそういう形でそこの中の議論が見える形でその取りまとめは行っておりますので、でその個別の委員会の中で各企業さんなりとかのですね、個別的なその人員とかそういうところも含めて、そういった情報は当然議場の場でオンタイムでリアルで流すわけにいかないという状況だということです。いや、あれではわからないですよ。まず資料についてはね、企業側のプレゼン資料ですので、当然企業側の立場でいいことばっかり書いてあるわけですよね。それがそうなのかどうかも含めてわからないわけですよ。で、報告書にはメリットデメリット書いてありますけども、具体的にどういうやり取りがあった、どういう議論があったのかっていうのを見ないと、特にどういう問題点が上がっているのかっていうのはリアルなところが把握できなくてですね。で、結局凍土方式については、だって自民党からも異論が出るっていうような状況じゃないですか。本当に何をやってるんですかっていう感じですよ。で、なんでこの問題で企業のね、機密がどうのっていうのが優先されるのか、で結局何かこちらから見ると、前も言いましたけども、ゼネコンのなんか営業の場になってるようなものしか外から見えないわけです、今のやり方だとね。でそんなところで国内外の英知を集めるだの、事実募集をかけるだの、でそれを議論するところのトップがね、原子力再処理バリバリ推進してきた山名さんでは、ちょっととてもそんなところでね、汚染水の行方を身を預けるようなことはとてもできない。これなんとかなりませんか。
少なくとも汚染水処理対策委員会については公開してもらわないと、でそこにまた国費を投入してって話になってるわけですので、これが秘密っていうのはありえないです。答えてください。秘密というのはちょっと語弊があると思うんですけども、資料等については理事概要も含めて公開するという形が、それでは不十分です。わかりました。それでは不十分です。それはだから、ま、そういった意見があったというのは読み方も伝えてください。はい、これはですね、海外からも厳しく指摘されてるじゃないですか。トランスペランシーが全然もう不十分と、透明性ですね、それとピアレビューのプロセスがないと、まあ、大きく2点いくつも言われてますけども、海外から。だからもうこの透明性というのはものすごく重大ですよ。もう秘密すぎるじゃないですか。であとですね、その海外の意見を聞くっていうことを言ってるけど、透明性がなくて英語の訳がなくて、どうやって海外の意見聞くんですか。失礼じゃないですか。これは絶対に直してください。絶対に直すべきですよ。海外の部分について公募するときにちょっと一般的に日本語でやるとは思えないんですけども、ちょっとそこは確認しますが、基本的には当然海外の募集のところは英語だと思います。当然そうですよ。だけどもデータ会議の内容が不透明、情報の英語がもう著しく不十分、それでどうやって海外の意見を聞くんですか。判断する情報がないじゃないですか、海外の専門家が。そこのことを言ってるんですよ。当然ホームページで We want opinions って書いてありますよ。そのこと言ってるんじゃないです。はい、すみません、ちょっとそれは私誤解しました。ちょっと今の時点で私がここで英語化できるというお約束できませんので、それはちょっと中で検討させてください。はい、はい、じゃあこの点は本当に、ちょっと最後言って、規制庁規制委員会のそのこの対策についての立場っていうのはどうなるんでしょうか。それだけ、はい、立場というのはその 国の汚染水対策の、まあ、責任という意味でね、例えば原子力規制委員長はどういう立場にあるのか。当然我々第三者としてのその規制するという立場でございますので、その立場としてその見ていくということになろうかと思います。国の責任の中には規制庁は入らずに第三者という立場ですよ。先ほどご説明のあった新しくできたその会議のチームとかございましたけれども、その中にはですね、規制当局としてですね、参加はしてございます。ただその立場としてはその我々第三者的な形でですね、その規制するという責務がございますので、そういった立場から参加していると思います。汚染水排除汚染水チームには参加していないということですか。しています。あ、している、はい、参加はしているものについては同じような立場でですね、我々参加しているですね、先ほどその関係省庁のなんか業界みたいな話がありましたが、その関係省庁の中に規制委員会も入っているわけですね。当然もう入っているという認識があります。関係省庁すべて具体的に挙げてください。そこに入る関係省庁どこまず汚染水対策チームについては、チーム長が先ほど申し上げた通り経済産業大臣で、副チーム長が内閣官房副長官、構成員はこれは関係省庁副大臣なんで、それは基本的には農業であれば農水省さんとかそういう形で入るということでございます。で、規制当局は原子力規制委員長で、事務局長は経済産業の副大臣という形になっております。で、事務局長補佐でその汚染水対策の対策官と、まあ、官は監督の官でございますけれども、そういった方と、あとその経産省の審議官がいるという形になっております。で、原子力災害対策本部そのものはこれは内閣総理大臣で、副本部長は内閣官房長官で、経済産業大臣、環境大臣と先ほどお話があった原子力規制委員長という形になっていて、本部員は基本的にはその今挙げられた以外の国務大臣と危機管理官と経済産業副大臣という形になっております。以上です。はい、関係省庁を教えてください。
すいません、ちょっと時間がないので先に進めさせていただきます。後で文書でまた質問を出します。今後の対応についてということで、1番、地下水バイパス、サブトレインの再稼働について、現状と今後について明らかにされたい。まずサブドレインの方については今は東電の方で試験用の穴を掘削っていうんですかね、そういうのをやっている状況という形なんで、そういった状況を踏まえて多分今後の対応を検討するというふうに承知しております。で、地下水バイパスと、ちょっとこの呼び方が適当かどうかは先の業務ではありますけれども、午後の午後については基本的には地元の方にですね、これは汚染水問題全体の対策も含めていろいろと関係者の方々にお話を説明をさせていただいているところと承知しておりますので、そういった動向を見据えてどうするかということが決まっていくというふうに聞いております。2番、凍土方式についていつ誰が何を決めたのか明らかにされたい。汚染水処理対策委員会においてどのような検討がなされたのか議事録を公開されたい。不透明なのに多額の国費をつぎ込む凍土方式について国内外の専門家を含め至急公開で再検討する場を設けるべきではないか。まさにそこは先ほど申し上げた汚染水処理対策委員会において取りまとめた報告書を受けて、最終的にはそこで取りまとめた報告書の中でまず議論を行われましたと。で、具体的にどういう議論、これちょっと先ほどの話とも重複しますけれども、まず凍土方式や粘土方式による遮水壁、あるいは地下水を汲み上げることによっての地下水を遮る方式というものについて、遮水効果と工期、費用、他工事の影響など、手法ごとにですね、評価して議論を行ったと承知しております。で、凍土方式は、粘土方式、などに比べて、遮水効果が高い、効果が短い、で施工エリアが、囲むエリアですね、こちらが小さくなるということで、他の作業への影響、いわゆる干渉と言われていますけれども、それを、最小限にすると。で、そういった建屋、あそこの作業にかかる工事金にかかる作業員の被曝も低減できるといったことから、この地下水流入量の最小化と構築する際の他工事の影響というような、そういったメリットを勘案して汚染水処理委員会で判断したというふうに聞いております。で、議事録についてはちょっと一部出ているところもありますが、ちょっとまだ出てない、特に27とか出てないところもありますので、そちらは早急に議事概要については出させていただきたいというふうに思っております。で、ここの国内外の専門家を集め云々でございますけど、基本的には凍土方式をここで決定しております。ただその予防的な部分とか多重的な部分については今リスクの洗い出しを行って、そこについては先ほど申し上げましたように、国際廃炉研究開発機構などを含めて国内外の知見を結集して議論をしていく形になっているということでございます。3番、凍土方式等について470億円を国費から出す方針と聞くが、なぜそのようにするのか、算出根拠は何か。東電は柏崎刈羽原発の、再開準備工事のために3200億円以上を投入するというが、この費用を汚染水対策に充てるようにすべきではないか。まず凍土方式の M7 上限というのは、これは関係者等を含めて議論をした、予算上の数値という形でございます。で、算出根拠というのは当然それにかかる経費を一定程度見込んでですね、やっているということでございます。で、なぜそのようにするのかと。で、基本的には一時的には東京電力が事業者責任という形でおっておりますけれども、研究開発の分野で公益性の高さとかも踏まえつつですね、ここの部分について国が前面に出てという形で対応するという形で、ここについては措置をしたという形になっております。で、最後に東電の柏崎刈羽原発の話がございました。これは東電全体の中での話ですので、私がここでちょっと直接答えることはできません。以上です。この470億円というのは経産省とどこかとの委託契約に基づくの？
経産省の方で今公募を行っております。そちら公募を行っておりますので、まだ受託先は決定しておりません。でこの470億円というのは事業の全予算ですので、本年度は約210億円、206億円ですかね、現実と、そういう数値でございます。でこちらは当然英語でも公募をかけております。4番、汚染水タンクやアルプスなど汚染水処理設備などの汚染水対策にかかる製品は製造物責任法の対象となっているか、今後国費によって導入される場合に汚染水対策に使用される製品は、製造物責任法の対象となるか。これはちょっと私どもから回答するのはどうかと思いますが、製造物責任法というのは一般的に消費者向けのその保護の観点からの規制法でございます。で担当は基本的に多分消費者庁になるんだと思いますが、そういった意味でいうとこれは対消費者向けに販売する商品ではございませんので、基本的には対象外になるんじゃないかなと我々としては理解しておりますが、詳細どういう形になるかというのはちょっと消費者庁等の所管省庁にお確認いただければと思います。そうですね、消費者保護の観点はじゃあさておいて、そのアルプスとかがなかなか効果出ないということが報道されてますけれども、その巨額のお金をこれからいろんなところにかけていって効果が出ない場合のメーカー責任というのはどのようになるんでしょうか。効果が出ない何責任ですか。その作った側のメーカーの責任はどうなるんでしょうか。効果が出ない場合、この国の事業の件という理解です、はい、国の事業で基本的にはこれは研究開発の事業ですので、一定の形で仮にですね成果が出なかったとしても、実際その元々のこちらに提案いただいた事業計画とか実施内容とか実施体制人とかも含めてですね、それが適当に遂行されていれば基本的にはそのプロジェクトを行った事業者に対しての責任はないというふうに考えております。その研究開発として最後ですね、それはリスクが当然あるので 100% ということは絶対ございませんので、一定の事業性の評価というのは当然しますけれども、万が一ということであればそこの部分がきちっと取り組みが行われたかどうかで判断すると、それは通常の予算の関係から、そうすると企業にとってはなんかノーリスクでお金が入ってきてとてもいいことになってしまうんですけれども、その辺効果が出る出ないで、それで、まあ、ペナルティーという形ではないのかもしれませんけれども、税金なわけなので、まあ、回収する道をぜひ考えてください。それは事業者側に瑕疵があるようなものであれば当然要求できますけれども、それは一定の要件に従ってということですので、もちろん成果を求めて国の方もしっかりとチェックはしていきたいというふうに考えております。でちょっとすいません、先ほどタンクの件で耐用年数の話があったんですけれども、ちょっと申し訳ございませんが、耐用年数今あるやつじゃなくてですね、今度新しくリプレースをするというのは基本的には耐用年数がないと、要するに永久的に使えるような保守メンテナンスが必要ですけれども、そういうものというふうに今現場に確認できました。はい、永久的に使えるタンク、永久的にはその当然保守メンテナンスは必要なんですけれども、一定程度のその耐用年数というものについては設定されていないという感じです。はい、じゃあまたそれも後で聞くようにしましょう。60年は持つんですか。過去2番ですね、ここで言ってるのは議事録の公開ですので議事概要ではなくて、もし何か証言上の秘密があるのであればそこを塗っていただいた上ででもいいですので、公開をお願いいたします。で、あとやはりその党の方式については、まあ、自民党からもいろいろ異論が出ている状態だと思います。まあ、その辺で当然参見とされるわけですよね。それをぜひ公開の場できちんと早急に一から考え直すっていうのをですね、やっていただきたいと。とてもその国費を470億円投じるということもあります。まあ汚染水対策に身を預けるという意味でもですね、問題だと思ってます。で特にまあ、これはそちら関係ないとおっしゃいましたけども、東電が柏崎刈羽の再稼働に3800億円だっていう金を投じようとしていることに対してはですね、
やっぱりお金の使い方おかしいですね。そもそもこれは東電が基本的にはいくらでも出さなきゃいけない費用ではあると思いますので、その辺国としてどういう対応を取れるのかというのをぜひ検討していただきたいと思います。でこれは規制庁を答えるべき質問だと思いますし、これからの5番の中でもこの問題出てくると思うんですけれども、これは追加質問で後でフォローしたいと思います。じゃあ先に進みます。再稼働審査における汚染水流出事故の考慮、1番、福島原発事故の新たな要素ともいうべき汚染水漏洩流出事故について、現行規制法の中に教訓として考慮されているのか、もし考慮されているのであればどの法規のどの部分に反映されているのか。はい、それですではまず私の方から新規制基準、今回7月に作りました基準における位置づけをまずお答えいたします。新基準においては、基本的に考え方としてはこの汚染水になってしまった後で何か処理をするというよりも、そもそも放射性物質を格納容器の外に出さないと、これが一番重要であるという考え方でございます。で従来は炉心が溶けた場合というのは規制で要求しておりませんでしたけれども、今回は炉心が溶けた場合にもそれを途中で食い止める対策、あるいは、格納容器のからの放出を防ぐ対策、これらを徹底的に要求していると、こういう考え方でございます。でちょっとご質問の意図とは外れると思いますけど、福島第一はこれはこれで別途特別な施設として規制をしておりますので、この中ではしかるべき規制が行われております。2番、新基準では、工場等外への外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備を設けなければならないと対策を求めている。これに応じて例えば大井3、4号機と高浜3、4号機の変更申請書ではシルトフェンスを用い汚染水の拡散を抑制するための手順等 を整備、伊方3号の場合は、土のの設置等の対策が取られている。玄海3、4号、仙台1、2号、ととまり1、2、3号の具体的な対策は出ていない。これら対策は福島原発事故では役に立たなかったのではないかという質問です。ご指摘 その、基準への適合につきましては、今審査会合を随時やってございますが、まだこの項目についてはまだそちらで検討していない状況でございますので、今後その基準へのですね、適合性につきましてはその審査会合の中 で、 ですね、見ていくことになろうかと思っています。3番、田中委員長は記者会見において炉心漏洩は起こらないようにするので汚染水は考慮する必要はない旨の発言をしているが、重大事故対策を柱にした新規制基準の場基本的な趣旨から逸脱するものではないか。はい、こちらも先ほどの1番と回答はかなり重なるところございますけれども、とにかく炉心漏洩を起こさない、あるいは起きても食い止める対策、それから、溶けてしまった場合でも格納容器の外に漏らさない、こういうことを徹底すべきという考えに立っておりまして、そうしたことを規制新基準で要求しております。それで出てしまった汚染水への対応についてあらかじめ要求をしておかなくてよいのかというのは、これはパブリックコメントでも意見をいただきまして、更田委員の検討チームでも議論をいたしました。で、もしその出た場合の対策というのか具体的なイメージちょっと分かりませんけど、もしタンクを設けるとかですね、そうしたことをあらかじめすべきではないかということだとするとですね、検討チームで議論した結果としては、そのやはり放射性物質を出さないというのはとにかく重要で、そのもし事故が起きてしまった場合のその事故の形態は、今回福島ではこういう形態になっておりますけれども、次に起こる事故がですね、どういう形態の事故になるかというのは相当に不確定性があるということで、そうしたことまであらかじめ規制で要求する必要はないだろうと、つまりもしそういうことが起きたら、出てしまったものについては外部からの支援で対応すべきと、つまりまさに今東電でやってますけれども、
外から必要な機材を持ち込んで必要なタンクを持ち込むとかですね、そういう対応をすべきだろうと、これは明示的に議論をしてそういう判断をしたものでございます。はい、4番です。福島原発での汚染水対策が完了するまで再稼働審査は中止すべきではないか。もちろん汚染水対策につきましては我々もしっかり今後対応していく、まあ、現在もその今後とも対応していくということでございまして、合わせてその、新基準適合性につきましてもですね、我々申請が出てきましたものは受理をして、粛々と適正性基準への適合性については審査をしていくということでございます。過去の一番についてはまあ、まだ過去の一番についてですね、その過去二番で要求して引用してます工場当該への放射性物質の拡散を抑制するために必要な措置を設けなければならないというこういう規定がありますね。これはどうなんですか。はですね、基準の検討の最後に追加されたものでして、その、まずもともと要求としてあったのが、その万一格納容器が壊れて放射性物質が漏洩する場合に備えて、その放水法、これをその要求しております。でこの放水法の意味は、粒子状にこう雲のように出ていくものをですね、この水で叩き落として少しでもその外に出ていく量を減らそうと、こういう意図で放水法を要求しておりまして、それで検討チームの場で、もしその放水法を使ったときに、その下に落ちた水がですね、外に出ていくことに対する考慮も無だろうというコメントがありまして、それは そうしようということで、そういう放水法を使ったときに、叩き落とした放射性物質とその水が外敷地の外に出ていくことを食い止めるような対策も、講じるようにというような要求をしているものでございます。このそういう意味ですか、これは。はい、放水、とにかく要求しているのは放水法みたいなものの設置と、それを使ってこう叩き落とした水が外に出ていくのを止めるようにと。叩き落とすというのは格納容器の外ですか。はい、格納容器の外です。じゃあ格納容器の中から外に漏れるということは想定していないということですか。最悪の場合はその格納容器が壊れて外に出てしまうということを想定をして、その上でそれが敷地の外に飛んでいく量を少しでも減らすために放水法の設置を要求していて、その放水法を使った時の水を、そのままではいけないので食い止められるようにしておこうと、こういう要求をしております。だけど格納容器の壊れ方によってはですね、その空中飛んだものだけとは限らないですよね。だからコンクリートがやられて汚染水、実際格納容器の中に汚染水がたまるわけですから、それが外に出ていくというルートにもあり得ると思うんですが、その辺も含めてということでよろしいですか。ここでちょっとこの引用された文書がどこから来ているか、ちょっと今私も予想して言ってるんですけれども、格納容器が出てしまったものに対する要求は私が今申し上げたものだけでございます。いいですか。今田口さんの方から核事故対策はね、燃料を溶けても放射能を外へ出せないのが基本だという話がありましたけれども、私は勝浦火力原発のそばで、東電なんかといろいろ議論しているんですけれども、例えば弁当に関してはね、基本的なその安全基準、基準上の要求はね、東電はこういう言い方ですよ。まず格納容器の損傷防止のための弁当がまずあって、これは冷却剤喪失事故を想定している。でその後の、メルトダウンとかのような状態になった時に格納容器の損壊の進展を防ぐための弁当、そういう二段階ですよ。これは安全対策するものはね、もうすでに放射能の放出を前提にして立ってて、今新潟県で東電との間の中で議論になっているのはね、例えばこの前の事前了解の申請、知事が
了解をした時の、まあ、その時のね、その会、まあ、社長との会談なんか見ると、県は独自に、最悪の状態の空間制御の試算をしてるんです。これが260ミリシーベルトで、まあ、これは明らかに確定論的な影響を超えるんで、影響があるわけですよね。ですから、その問題は、住民の健康に被害を与える状況のになると。これは、社長との間で共通理解になったということが、条件付きな、承認の前提だったんです。だから、全然、今、あなたが言ってるね、ことと、新潟県の状況、今問題になっている状況、論点とは全く別じゃないですか。そうでしょ。もうすでに、今、新潟県の一部問題になっているのは、過酷事故なんだから、あくまでもリスクを、最悪のリスクをどう防止するかっていうふうに、の側に立たないと、これ、対策もでき、安全対策とは言えないわけですよ。だから、最悪の場合の、新潟県のね、最悪の場合の占領評価をして、じゃあそういう状態で避難なんかできるのかよっていうことになってるわけですよ。だから今後、その整合性の問題についてね、議論しましょうと。もしそこでできないっていう状況であれば、適合申請の了承については撤回しますと。これは東電との間で、まあ、共通事項になって、申請するにも、その文言を明記されているはずなんですけれど、全然あなたは言っていること違いますよ。ちょっと補足ですが、さっきのね、工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備とか、これは基準規則ですね、この55条、ここでは原子炉格納容器の破損と書いてあるだけで、どういう破損の仕方をするかとかいう規定はないわけです。だからそういう場合に、解釈の E の中に、海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備を整備することというのがあるわけですよね。だからこれはどういう壊れ方をするかは別にして、実際に海洋に流れてくる放射性物質が流れてくる可能性があると、それを抑制するための設備を設けなければならないということが書かれていて、そしてですね、関西電力と四国電力はこれに対して一つの具体案として答えた回答を出してきているわけですよ。だからどうなんですか、そこはどうなんですか。はい、まず1点目のご質問で、電灯を要求しているのは、ちょっと私今条文そのものを持ってきてませんけど、骨子は持ってきておりますが、格納容器の加圧破損防止対策として電灯を要求しております。でこれは格納容器の圧力が上がってしまって壊れて、管理できない形で放射性物質が出るよりは、ベントフィルター付きのベントをする方が外に出る量は少なくなるだろうということで、格納容器をとにかく守ろうというための対策として、ベントを例として例示として求めておるものでございます。したがって、その壊れた後のためのものではなく、とにかく、圧力が上がって壊れるのを防ぐためにベントは要求していると。これは骨子をご覧いただければその点のが分かるかと思います。それから先ほどの敷地外の拡散対策ですけれども、ここはですね、ちょっと今、骨子で申し上げますと、炉心、格納容器の破損に至った場合に、外、敷地外にその放射性物質が、拡散するのを抑制する手段を設けなさいと、それで、その下に例示を書いておりまして、以下のもの、またはこれと同等以上のものということで、求めているのは、放水できる設備を配備すること。で、放水設備はというか、放水設備を念頭にですね、4項目要求をしておりまして、で、途中まではその放水設備の要求しかなかったんですけれども、最後にその放水設備を使ったときにその放水した後の水に対する配慮もいるだろうということで、それが海洋への拡散をするのを抑制をすることも要求しようと、こういうものでございます。それで、おっしゃる通りで、これに対する答えとして、PWR の その申請をしてきているところについては、シルト、スクリーンなどをですね、設置しているというのは、我々も承知をしております。すみません、伊方原発の近くから参りました。
その放水設備の要求って言いますけれども、放水自体ができなくなる可能性もあるんです、いかだの場合で。そのポンプやその、放水する車を山の上に置いてるんですけれども、南海トラフの地震や中央構造線の大地震が起きた場合に、これはその車が通る道がなくなる恐れがあります。皆さんは伊方原発に行かれましたか？この度の5月12日にお三人は来ていらしたんですか？私は部署が違いますので行っておりません。お二人は現場を見てください。全然そんな上の方にねポンプなんかがあったってしょうがないところなんですよ。それで土のうを積むって何ですか？昔よく潮がこうやってきて土のうを積んだりしてましたけど、本当に放射能が漏れているところに誰が土のうを積みに行くんですか？土のうなんかあの津波で一遍に流されますよ。なんでこういうね地上の空論を持ってきて、そしてそういう持ってきた四国電力に対して厳しい処置をしないんですか？おかしいですよ。規制委員会は、政府は国民の命を守るためにいらっしゃるわけでしょう。なんであんなバスでやってきてですね、設備をちょろちょろっと見てすぐ帰ってですよ。それで終わりなんですか？伊方原発の上をオスプレイやあのアメリカ空軍機が飛んでるんですよ。800メートルのところに1988年米軍機が墜落したんですよ。なのに規制庁が、規制委員会が航空機事故はどうなのかって言った時に、四国電力の計算では3号炉の200メートルのところ、そのシミュレーションになりました。墜落する、そして200メートルのところに飛行機が落ちて、でも山火事になっても56度だか 何度だか の火災にしかならないので、それに耐えられるから大丈夫ですって、そのままスルーですよ。なんで最悪の場合を、過酷事故を想定した規制基準でないとダメなわけでしょう。伊方原発の真上に飛行機が落ちたっていう、そういう想定にしなければ規制委員会のお役目は果たせないじゃないですか。国民の命を何でと思ってるんですか？どうやって国民が放射能から守れるんですか？常識的に考えてもわかるじゃないですか。本当に情けないし、もう田舎の人間は死ねと言ってるのと同じですよ。どうなんでしょう。はい、まずですね、今日私は基準を作る業務を担当していて、彼はBWR の方 の審査を担当する部署なんです。それでそういう意味で我々が直接 PWR の伊方の審査には行っておりませんが、まず高台にあるものが使えるかということです。でこれは津波のことを考えると高いところにも置いておいてほしいという要求はしておりますが、これが現実に地震が起きても使えなければ意味がないのはおっしゃる通りなので、それはまさに審査でしっかり見なければいけないポイントで今見ております。で今回行った現地調査というのは そこでその調査でもうおしまいということではなくて、これからも審査を続けていく前提で現状を把握するために行ったというふうに私は理解してますので、これからも今おっしゃったようなことをしっかり見ていきます。現状を把握するんだったら伊方原発 の屋内にいないで十分周りを見て回るべきですよ。でちゃんと本当に津波に耐えられる高さがあるかどうか外からも見てください。じゃなかったら絶対わからないですよ。海の話だってね、本当に満潮時には絶対足りませんから、金網があるだけですよ、岩壁の上に。もう絶対耐えられないですし、本当にこの間県の環境安全管理委員会に規制庁の職員の方いらっしゃいましたけれども、全部見れるんですかって他の人が委員が聞きましたら、規制庁の方はたくさんの仕事なので全部は見れませんっておっしゃいました。で安全ですか、大丈夫ですかって言ったら 100% 安全とは言えませんと言われました。僕たち3人しかいないのでそんな全部は見れませんってちゃんとおっしゃいました、委員会で。そんな現状なんですよ。福島はもっと過酷な現状だと思いますけれども、本当にもうそういう無駄なね派遣をしないで福島に行ってくださいって私は本当に言いたいです。何にもそんな
確認できないのに、伊方原発なんて審査してしないでほしい。できないならやめてください。これ審査の方に伝えておきますので、いただいたご意見も踏まえてしっかり審査してまいりたいと思います。ですから先ほど言われたように、この括弧2についてはまだこの辺については審査はしていませんという答えでしたね。で、こういうだから土のうとかシルトフェンスね、こういうもので海洋のその放射能の拡散、これは福島の場合はこれでは防げなかったという、その事実確認はいいですね。防げなかったというところが少しあれなんですけど、シートでこう止めるという、もともとその機能を、シートフェンスとも有していますので、その止めるという行為がですね、できていると思ってますので。ですから、それだったらね、シルトフェンスと土のうだけで福島もいいんだったら、あなたたちも会議する必要ないわけでしょ。それではどうにもならないから、いろんなやつを今出してるわけでしょ。だからこの福島に即して言えば、土のうとシルトフェンスで海への放射能の拡散、これをやはり防ぐのは現実としてはできていない、無理だという、もうその事実だけですよ。そういう確認でいいですね。そこは発電所ごとにですね、それぞれ見られているので、シルトフェンスだけでは十分だとは思いませんけれども、いろいろとその対策を講じていると思ってますので、それをしっかりやっていくことが重要だと、そしたらもう時間がないので、とにかく関連や4電がこういうやつを出してきてますのでね。ですからやっぱりシルトフェンスや土のうでは海への拡散を防げない、これは福島の具体的な事実からはそうだということをきっちりとその審査の時に言って、これはもう差し戻してくださいよ、こんな申請書を。今日はね、福島の時は、福島の場合はね、大きな事故を起こした後ね、またレベル3の事故をもう一つ起こしてるわけですよ、今。そうですよね。新たな事故を起こしてて、それが広島原爆のほぼ半分 の量をすでに出してるっていうのは、一番最初に確認したところで、で、例えばですけど、格納容器の下から漏れてるところ、漏れてる状態になったときに、冷却をどうするのか、ね、例えば建屋がもうちょっと止水がちゃんとできてれば、もっと今の事態が起こらなかったかもしれないっていう、例えばそういうのは あるわけですよね。で、そこら辺の本当に、真摯にこの事故と向き合えばね、シルトフェンスがあればいい、ね、土のう積めばいいってことには とてもならないはずで、もしそれで許されるような基準だったら、基準そのものをまた書き換えなきゃダメですよ。その辺はどうなんですか、なんか検討されてるんですか。いや、まだ先ほども述べましたけれども、その具体的な審査はですね、これからになりますので、審査の過程においてですね、そのどういったことでいいのかというところは、この基準的合意のかというのはしっかり見ていくことになると思います。例えばね、柏崎刈羽原発なんか半地下式なんですよ。だから地下45メートルなんですよね、基礎マットが。だからもう完全に地下水が通り道なんですよ。わかるでしょ、背後に山があるし、すぐ、雨季なんか洪水になっちゃうんだから。だからそういう実態があるんだから、当然その、新しいね、その安全審査に関してはね、そういう対象になるはずですよ。これだけ福島の、その汚染に関しても、汚染水に関しても、これは当初から想定されていたわけですよ。ただ東電がお金1000億かけるとね、うんぬんかんぬんで先送りしてきた事実があるわけだから、政府まで議論されていたわけですよ。だそういう経過あるわけだから、当然それは安全対策にならなきゃいけないじゃないですか。当然でしょ。ちゃんと現地で調査 しに来て、放水銃にしても、すぐそばに民家があるのにね、放水銃してどうして防げるのよ。そんなね、リアリティのない発想だからね、地上の空論だってみんなバカなせんだよ。だそういう証言しっかり見てくださいよ。いいですか。で、前田さん、いいですか。はい、ですね、すいません、ちょっと資源エネ庁の方がですね、この後ちょっと どうしても外せないということで、お帰りになりますので、後ほど資源エネ庁の方にはですね、また質問なんかでフォローさせていただければと思います。ありがとうございました、お忙しい中。
ちょっとだけ規制庁の方に聞いておきたいんですけどね、今審査になっている中で、重大事故の場合に炉心の冷却をさっさと諦めて下に全部落としてしまうということが問題になっていると思いますが、その辺はご存知ですか？だからこれは規制庁としては必ずしもそれを認めているわけではなしに、これは特に審査基準の中にね、そういう解釈の中に落下を遅延または防止するためというのがありますね。そうするとこの規定に今の電力事業者の考え方は方針は反してるんじゃないですか？ちょっとその辺だけその辺お願いします。ちょっとこれも審査をの結論まだ出ておりませんので、ただちょっと私も別の部署の人間として会議の様子は横から見ておるんですけれども、私が理解しているところではその論点になっているのはその燃料がもう溶けると、これはどうしようもないとなると、そこへの注水を諦めて次に格納容器を守る操作に入らなければいけないと、これが重要なんですけれども、そんな判断が現場で本当にできるのかっていうところが論点になっていると思ってまして、そういうところはまだ議論が続いていると理解しています。だからそこはまだ決着せないということですね。それとね、もう一つ上のスプレーで水かけたときに、それが下のカブキャビティというところに本当に水が入るのかということもやっぱり問題になっていて、これは、別設備を注水の設備を作るべきだというのは基準になってますよね。基準では設備を作るべきだ。しかし今は出来合いのものの電通管とかですね、そんなもの作るとか隙間とかそういうものからというふうになってるから、そこもこれもまだ未解決ということでよろしいですか？そういう意味では全てはまだ審査続いておりますので、まだ我々としての判断は下していない状況です。でもう一点だけ、コンクリートのキャビティの中に水を入れるというふうになってますが、その下コンクリートが大体3メーターぐらいあると思うんですよ。しかしコンクリートというのは非常に水を通しやすいので、水を通って下に落ちていくと思うんですけど、その審査は全くされてませんね。これはどうですか？私もそういう議論をしているのは見たことありませんが、そうした論点も含めてまだ我々は審査をずっと続けている段階なので、それはご意見としては承ります。はい、わかりました。最後ですけども、今柏崎の審査が震災があったと思うんですけども、私の理解ではこれまで、BWR 担当と BWR 担当がBWR 担当の方は今どちらかというともう福島の問題に集中して働いているというふうに、認識しているんですけども、例えば柏崎の審査が入ったら、じゃあもうそっち福島からまたそちらに人を移すみたいなことになってしまうんでしょうか？この点についてはですね、今日の規制委員会でも議論があったんですけれども、委員長の方からもですね、福島第一の方の対応についてですね、おろすかにならないようにしなさいという指示が出てますので、そこは当然人を引き上げるとかそういうことはないと思っています。柏崎刈羽の方の審査の体制をどうするかというところはまだ決まっておりませんので、今後内部で議論しているというところです。もう、ね、当面柏崎については審査をしないということを明言し決めていただきたいと思います。PWR についても今問題になったように、福島の教訓をというのがね、新規制基準を作った時の基本的な考え方 で今まさに汚染水問題が起きている事態がね、一つの教訓で、その意味ではさっきも問題になったようにですね、それに対応するような形でその適応性審査の中身というのは議論されているのはとても思えないし、それから基準そのものも書き換えなきゃいけないような状態になっていると思いますので、ただ地にその審査については一旦中断をしてほしいというのを改めてお願いしたいと思います。じゃあ、人を引き上げるっていうことにはならないと思ってたけども、人を増やさなきゃいけないんじゃないですか、汚染水問題のことで。だからもうさらなる再稼働の申請どころじゃないじゃないですか。そもそも全部やるところじゃないですか。ちょっとまだ増やすという話を検討はしてございませんが、対応はしっかりやっていくという話です。それからあと
柏崎の方もですね、申請を我々受理をしましたので、そこについては粛々と対応してまいりたいと思います。ですね、ここにいる参加者の総意として、本当にこの汚染水に全力を尽くしていただきたいと思っているんです。で、本当に再稼働審査どころじゃないと思います。で、それは規制庁もそうだし、電力会社側だってそうですよ。もうなんか全てのね、総力を挙げて汚染水をやらなくちゃいけないのに、そんな再稼働申請をしているような時間的金銭的ゆとりがあるんでしょうか。今ね、多分お答えはできないと思うんですが、変ですよ、完全に。こんな事故が続いているさ、どういう形でその申請に判断されたのか我々は知りませんけれども、我々申請を受ければですね、そこは受理するという形になりますので、それを対応していくことがあります。ですから福島事故を二度と起こしてはならないということで新基準を作って新規制庁でやってると言いながら、実際今起きている福島のこの汚染水の漏洩と流出ね、これを止めることができてないわけですよ。これずっと継続中なわけですよ。まずこれをきっちりと止めて、そしてそこから汚染水を止めるための教訓は何なのかとか、やっぱり原発を運転しないことだと言うならそれが一番ですけど、まず止めてから、止めた実績を示してから他の審査をやるっていうんだったらね、それがまず先じゃないですか。何度も繰り返しになりますけれども、汚染水問題については私しっかり対応してまいりたいと思っています。口だけなんですよ。しっかりしっかりって言ったって、今事故は続いているわけですよね。二度と繰り返さないと言いつつもう起きているわけですよ。二度目の事故が、二度目の事故と言うべき事象が、あるいは続いていると言ってもいいかもしれませんが、で、そんな中でなんでその こっちの方ですごいことが起こっているの、同じ当事者がこっちの方の同じことを柏崎刈羽の再稼働申請の審査という形でこっちに 人を避けるんですか、人と時間とお金を避けるんですか。おかしいですよ本当に。福島の対応とその柏崎の審査の人は違いますので、そこは別に裂いてるのはそこではなくあ、じゃあ今回は、ね、これだけ大きな問題になってるんですよ。ですから審査と、ね、それを切り離すことおかしいでしょ。やっぱり限界みたいに入ってないところなんか受理するべきじゃないです。返してくださいよ。こういう問題っていうのは長く続く問題でしょうね。まず解決してからやってください。違いますか。はい、解決すると対応してもらいます。ちょっと押し問答になってしまいますので、そして時間も大幅に超過していますので、これで終わりたいと思います。で、今日はちょっと皆さん納得いかないところがたくさんあると思いますが、改めてその要請とか質問とかを出したいと思いますので、今日はお忙しい中かなり時間超過してしまってありがとうございましたということで終了したいと思います。ありがとうございました。どうも皆さん長時間にわたって、お疲れ様で、ちょっとだいぶ超過してしまいましたけども、なかなかやっぱり逃げ切らない、姿勢というか態度というかですね、いうのが、続いている現状ではありますけども、そうは言ってもやはりそのこれだけ深刻な事故が継続しているところですので、皆さんの監視なりっていうのは続けていきたいと思います。再稼働審査とその汚染水の関係については、まだまだこれからというような形ですけども、ただ一方で話があったように、一定その炉心溶融さえ起こさなければいいんだというような形でですね、事故前のまた安全神話の世界に逆戻りというような姿勢も見せてますので、また改めて
あの総合含めてですね、いろいろこちらで追及とかあの圧力をかけていかないとなかなかあのいかないということも、分かったかという状況です。で、はい、で今日はあの、いわきからですね、あの業者の方、リスクさん来ていただきまして、ちょっといろいろあの一言だけ。皆さん福島のことを思ってもらってありがとうございます。私たち漁業者は漁業者の立場っていうかな、立ち位置でこれからの福島のために一生懸命頑張っていきたいと思っています。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はあの本当にあの福島のあの漁業者の方が置かれた状況というのは非常にこうあのリアルにあの教えていただいたというかですね、お伝えいただけたと思います。あの、まあ、あのなかなか深刻な状況があって、またその試験操業についてもね、あの、一方であのしてほしくないという思いがありながらも、まあ、一方でそうせざるを得ない、またいろんな状況があって、まあ、そこはまた保障のあり方等々ですね、また別の問題をいろいろはらんでると思います。まあ、そういう中で、やはりやっぱり海を汚さないでほしいという思いはですね、あの共有できたのかなというふうに思います。そしたら、まあ、あの簡単に一言ずつ各地から。大野です。今日ちょっとあの結婚してしまってすみませんでしたが、もうなんかあの福島 の, あのから避難されてきている方も、ま、あの愛媛にいらっしゃいます。愛媛に来たらまた伊方原発があったということで、本当に福島 の, あのことであの本当にあのご苦労されているお母さんや子どもたちの姿を見ると本当にあのたまりません。あのご一緒に再稼働を止めていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、すいません、まあ、毎度なんですけど、やっぱりこう官僚の方もこうセクション、自分の担当担当っていうのを分けられててですね、うまくこう交わされてくる。PWR だろうが BWR だろうが同じなのに、私は知りあの玄関や、PWR のことは知りませんとかいうような答弁されちゃうもんですかね。それ聞いてるうちにやっぱりムカムカしてくるんですけど、根本は一緒だし、やっぱり、本当にこう万が一っていうのを本当に起こると思ってたら、ああいう発言できないことがたくさんあると思うんですよね。誰かからやっぱりあなたの本当の気持ちで答えてくださいって言われましたけど、私たちも常々それをやっぱり感じているものですから、まあ、そういうことを素直に感じる人間が、市民で集まって、やっぱり声を諦めず上げていきたいと思ってますんで、今後もあの玄海原発のその裁判の件もやっぱりこれから正念場にかかっていきますんで、皆様もあの今日ちょっと新聞一部の方には配布させていただきましたんで、理解してまた支援のほどよろしくお願いいたします。金子です。今日はどうもありがとうございました。知事は条件付きで適合申請を了解しましたけれど、実はあの東電広瀬社長が丸呑みしたあの地下に第二の弁当施設を作るというのは2年かかります。適合申請したわけですから、これから本当の問題である直下の断層問題がですね議論になります。これは今度地滑りの面とか、あるいはその地下の原発の直下にある断層面の解釈が広くなりましたので、非常に議論としてはこの間僕らが主張してきた内容に近い形になってますので、やはりここになんとか住民のですね意見を介入するような
方策を考えていきたいなと思っています。皆さんと一緒に再稼働を絶対止めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、皆さん、もしできましたら乾杯の方ですね、ちょっとご注意となってますので改めて、お願いしたいと思います。それからですね、今発言された金子さんですね、10月13日にまた東京で、午前中になりますけども、柏崎刈谷と汚染水問題と、支援法というですね、まあ、盛りだくさん午前中2時間だけでやるというですね、そういう集会がありますので、ぜひ来ていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは来ました、はい、終わっていきたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。